それで江戸時代は250年続きますが、その時代というのは士農工商といって武士が一番上の階級になって、そしてその武士たちというのは城下町、城のその周辺に全部集まって住んでいるというところですね。その城下町で、そして集まったその武士たちが常時するその仕事というのは、建前上は軍事的なその編成によってできています。ですから彼らは自分のその訓練としても自主的に武術というものの鍛錬というのに励みます。それが個々その幕府もそうですが、それから個々の藩ごとにそれぞれの違った流派ですね、それから身分によってもかなり違ってきます。身分によっても学ぶその流派というのが変わってくる、そのところですが、それぞれの流派というものをその学ぶ形で武士たちがいますので、まあ、その流派というのもそれぞれの形でその独自のその展開というものをやって、その独自な形で展開させてきたというところです。まあ、そういう中で、その武術のそのですね、奥義っていうのか、武術の核になるようなことを書いたその伝書と呼ばれるものというのもいっぱい書かれるも形になります。まあ、そういうのが大体、まあ、一番核にしてできたのは1650年くらいまでというところです。つまり17世紀全般ですね。その世代というのはかつては合戦というのでその戦闘をやったことというのがあった世代です。ですけれども、そこからその平和な時代に移っていく時代に、ここその平和な時代のその武術というものに、転換してきたその時代です。まあ、それを非常に象徴的に示すのが将軍家の兵法師範、まあ、将軍家の剣術の先生になる人ですが、柳生宗則という人ですね。まあ、その将軍家兵法師範というのは新影流の柳生宗則と、もう一つ一刀流の小野忠明という二人がいましたが、その柳生宗則の方が兵法可憐書という本を書きます。そのところではっきり言ってるのは、 戦国時代合戦があった時代には人を殺す刀であった。ところがそれが幕府によってその治世収まった時代になると、活人剣、人を生かす剣にならないといけないという形で言います。でこの、柳生宗則というのは、まあ、禅の思想というのもその剣術の中に非常に入れてきた人です。まあ、その柳生宗則のその禅の先生というのは沢庵宗法という禅のお坊さんですが、まあ、彼は将軍家光の禅の先生にもなった人です。まあ、それで将軍家光の非常にそばにいたのがその柳生宗則ですが、その柳生宗則は剣術の中にもその禅の教えというのを取り入れていきます。で剣術のその時に、もちろん命のかかった勝負ということになると非常に危険な形で恐怖心というのもありますし、それから人に勝とうというその意欲というのもありますし、それから何として自分が稽古してきたものというのもその何とかその示そうというような気持ちというのもあります。そういうようなものというのを超越した形で無心、その意欲というのをその超えた形で無心というものが実は剣術の極意だという形で言います。剣前一致という言い方をしたりしますが、剣の極意というのと禅の極意にしている無心というのとが、まあ、無心ということでその同じだというような形ですね。まあ、そういうような思想というのをこの時代に言ってます。まあ、その柳生宗則がそういうその思想書、理論書、兵法可憐書というのを書いたのは1632年です。まあ、それは彼は将軍家兵法師範、剣術の先生というその役割もあって、そういう意識で書いています。
で、その中に、剣術をもし将軍に教えるということですが、剣術は同時に日常生活でのその人の所作、人との対応の仕方、そういうものにも展開しないといけない。それからさらに将軍であり大名ということになると、国のその平和というものを維持するようにしなければいけない。そうすると乱が起こらないように、戦闘というのが起こらないように工夫するというのも、これも兵法であるという形で、兵法という概念を非常に大きく展開します。まあ、大の兵法、一対一でかつ戦う将の兵法、剣術だけではなくて、そういうものを核にしながら、もっと大きな大の兵法、大将の兵法というものを展開します。